帝国包囲網を急ぐリュックリ軍は、アセライトの会談を急いだ。その会談は熾烈を極めたが、新たな仲間も加入した。王の魔の手は民衆にまで伸びていた。すべては民衆を悪政から救うため、平和な国にしてほしい。そう言って腕の中で死んだ民のために、ゆっくりはアセライを解放したのであった。前回はアセライを併合し、薄皮饅頭の刑も完成間近。今回はブランディア、バタニアを説得し、包囲網を完成させたいところ。ただ見ての通り、帝国内部まで侵入しているので、今回は中央に追いやることに専念しよう。みんなまとめて饅頭の案にしてやるぜ。残りの薄皮形成はガロントール城から始まった。城主のティノップス卿はあっさりこちらに寝返ったぜ。そして金銭を要求してきたんだけど、どうもこれは形式的なものみたいだね。我々がお金を払ってまで引き抜いたという、実績が欲しかったのだろう。結局蔵一つで協力してくれることになったよ。1円でもいけたからそっちの方が安上がりだったな。本格的な工場戦はオルティシアから始まった。こちらはもともと配下のクランが所有していた城。ブランディアに奪い取られたんだよね。しかし奪われた直後だったので、相手も防御体制が整っていない。サクッと奪い返して対ブランディアの拠点にしよう。そしてここで懐かしい顔と遭遇。カーギットの目水鏡だね。以前クサイトにいた時にボコボコにしたため、我らとの関係性は最悪。いつか全滅させることになるかと思っていたんだけど、彼女は我が軍に参加してくれることになったよ。これで200年後の歴史も安泰だな。それではここを足がかりに、海岸線に沿って北上し、ブランディアの町を制圧していくよ。まずはチャラスからだな。しかしようやくデルサート王と決着をつけられるんだね。奴によって村を襲撃させられたり、無償で働かされたり、今のカルラディアの混乱は、奴のせいだと言っても過言ではない。やはり弱い者から搾取するやり方では、安定した統治は望めない。身分など必要なくみんな平等なのだ。ゆっくり以外みんな等しく無価値なのである。だから我々にひれ伏すのだ。そんな建設的な考えを世に広めるべく、次はサルゴットを説得していくよ。順調に話し合いは進んでいっているんだが、ブランディアの抵抗ももちろんあるぜ。我らのような穏健派が内部にいる一方、タカ派の連中が領土を奪い返そうとしてくるよ。その中にはデルサート王の姿も。我々のサルゴットを奪い返しに来たんだね。ブランディアの覇権主義。これこそがカルラディア混乱の原因。我らの土地であるカルラディアを、これ以上好きにはさせないよ。我らの覇権主義はいい覇権主義。しかし残念ながらデルサート王は取り逃がしてしまったよ。まずは逃げ込む先をなくしていこう。デルサート王の拠点であるジャクランを攻略していくよ。さすがのお膝元ということで、ここは1000人以上の兵士がいたぜ。しかし工場兵器のおかげで、ものすごい勢いで兵士が説得されていっているよ。結局壁に穴が開く頃には、兵士の数は半数以下に。ここまで待つ必要はなかったね。亀裂から中に入ったけど、味方が多すぎて前が見えねえ。みんな一体何と戦っているんだ。我々の目には何も映らなかった。つまり争いはなく平和的に解決できたということだね。そしてそのまま海岸線沿いに進み、ガレンドを包囲したぜ。前回迂闊な行動で倒れてしまったので、今回は慎重に行動していくよ。あまたの説得で鍛錬した話術に慎重さが加わり、もはや我々は無敵と言っても過言ではないぜ。我々が中に入った時には、すでに敵は説得済み。諸侯や兵士が頑張ってくれたおかげだな。徐々にブランディアが縮小していっているね。それはつまり他の勢力が増すということでもある。北朝の動きは警戒しておかないとね。そして沈みかけの船からはネズミが逃げ出すもの。新たにデイガンリックが無償で加入してくれたよ。そして我々はプラベンまでたどり着いたぜ。見慣れた光景のはずなんだけど、200年前だとかなり違う感じがするね。
お饅頭の旗が掲げられていないからかもしれないな。それは200年後までお預けだね。そして海岸線に残る町は2つだけ。オックスホールとロバルトなんだけど、これを押さえてしまえば残るはバタニアだけだね。そしてこのオックスホール。眼下に湖が広がりかなり風光明媚な町だな。そのせいか民兵の数も段違い。1200人近い兵士を減らしていくぜ。さすがにこの頃になると、城の強化が完成していて、防衛設備の修復が早いね。壁に穴を開けるのは結構大変だぜ。敵兵が800人程度に減ったところで突撃。一体残りの400人はどこへ行ったんだろうな。もしかしたらデルサー島によって処刑されたのかもしれない。証拠はないけれどきっとそうに違いないぜ。ひどいことをしやがる。追い詰められたデルサー島は、ついに民衆にまで手をかけ始めた。これは一刻の猶予もないね。我らの手でみんなを解放しないとな。我々に手はないんだけどね。そのままの勢いでロバルトへ。ここを攻略すると完璧ではないけど、一応の薄皮が形成されるね。そしてそんな中唯一休戦状態だったバタニアが、我々に宣戦布告してきたぜ。おそらく今抵抗しないと、このまま飲み込まれると判断したのだろう。まあすでに国力の差は2倍以上、我々に併合する正当性を与えただけだな。雪の降る中我々の歓迎のために、こんなにも多くの人が集まってくれたよ。みんなゆっくりに一目会いたくて列をなしているぜ。しかしちょっと興奮しすぎて暴徒とかしているね。そうして暴走したファンがとうとうゆっくりに襲いかかる。人気者はこういう時辛いね。厄介なファンは厳正に対処しないとな。しかしゆっくりが眠りにつくと、部下ははしごを登ることさえできなくなったよ。急に高所恐怖症にでもなったのかな？結局まともに戦闘してくれなかったので、一旦退却することにしたよ。思わぬところで大打撃を受けてしまったぜ。再びの突撃はあっさりと進んだよ。ただ中に入ろうとしたら門を閉められたけどな。結局中に入れてもらえないまま制圧完了。部下も結構失ったし散々な目にあったな。それではバタニア解体に移ろう。ここでは薄皮形成を優先させ、カーバンセス、ダングラニス、ペンカノックを攻略していくぜ。まあオックスホールを取り返されたり、邪魔はちょくちょく入るので、一筋縄ではいきそうにない。やはり勧誘して戦力を削っていかないとな。デイバラントが蔵一つで加入。デルサー島に使えるのは、それ以下の価値しかないってことだな。そして今まで甘やかしていた北朝とも、きちんと話をしていかないといけないね。外周部にまで進出し始めているので、カレウス城を説得していくぜ。大草原に大きなログハウスが一軒。キャンプファイヤー代わりに荷車が燃えているな。中でも火を起こしてご飯の準備中かな？せっかくなのでご飯をお呼ばれしていくぜ。我々は礼儀正しいので、きちんとノックをしてから入るよ。そしてノックをしていると開けてもらえたぜ。中ではみんながお出迎え。思いがけない大歓迎に戸惑っていると。門を閉められてしまったぜ。閉まった、罠か。美味しそうなご飯の匂いでつるとは卑怯な。危うく全滅かと思われた時、急に門が開いたよ。おそらく小集団に分断刺激破しようとして、門を解放したのだろう。しかしゆっくりを逃がしていたら意味がないね。結局戦力差をどうすることもできず、我らの圧勝となったぜ。焚き火がこんなにあるんだから、今夜は夜通しキャンプファイヤーだね。お城の焚き火で体を温めた我々は、カーバンセスを包囲したぜ。我々に体はないんだけどね。さてこの辺りはバタニアの容器。わらぶき屋根の小屋が目につくね。しかし火を放たれてしまっているな。これはきっとカラドック王の仕業に違いないよ。我らに物資を渡さないよう、自ら火を放ったということか。民衆の生活も顧みずね。どうして我々以外の王はこうも乱暴なんだろうな。守るべきものが何かわかっていないんだろうね。
この世のすべてのものは我々のもの。だからゆっくりはすべての民衆を大切にするよ。そして昔の帝はかまどから立ち上る煙の数を見て、民衆の暮らしぶりを判断したという。これだけ煙が上がっているのなら、ちょっとくらい税を増やしても問題なさそうだね。そしてそんな我々の名君っぷりを聞きつけて、メリディール卿が我らを訪ねてきたぜ。そんな彼にわらばを与えよう。よっぽどラバ好きだったのか、たった一頭でフェンウバインが仲間になってくれたぜ。それではダングラニスを包囲していこう。ここはバタニアの中心にあたる町だな。スタート時点から他国よりも領土が小さかったバタニア。帝国とブランディアに挟まれ、頭はスタージアに抑えられている。海に隔たれるとか地形のガードもないため、他からいじめられやすい国ではあるよね。そのせいでカラドック王はあんなにひねくれたんだろう。このような国では外交が特に重要となる。全面的にゆっくりに明け渡せば、バタニアは安泰だったのにな。そしてカーバンセスを包囲するバタニア軍。しかしその数は目に見えて減っており、本気で奪い返しに来ているとは思えないぜ。実際は面接を希望しているんだよね。我らにアピールするために、ポーズでやっているに過ぎないってことだな。その努力を認めてフェンダンギルを雇うことにするよ。それではペンカノックを包囲していくぜ。ここを落とせばバタニアの半分が、ゆっくりの元に帰ってきたことになるよ。帝国中心部にも領地を持っているから、一気に占領するというわけにもいかない。バタニアとブランディアの残党は、薄皮饅頭の刑の暗黒として、最後に処理することにするよ。それでは工場櫓で侵入していこう。そう思った時兵士が不審な行動を取り始めたぜ。なぜかみんなはしごの方へ移動し始めたよ。なんでわざわざ登りにくい方に向かうんですかね。急に工場櫓の使い方がわからなくなったのか、我が軍は多大な犠牲を出しつつ、はしごで侵入を試みたよ。またしても無駄な犠牲が。このまま長い時間をかけて、ゴリ押しで占拠することになったよ。そしてこれが現在の勢力図。ちょくちょく包囲網が北朝によって邪魔されているね。ガレンドはこの後味方に取り返してもらったぜ。我々はバルガードに向かって、薄皮完成を目指すとするよ。しかしバルガードに向かう前に、奪われたカーバンセスを取り返しておくぜ。ちょうどここにはたくさんの諸侯がいたので、まずはアルゴロスを説得。そしてその中にチェイソン卿を発見。こいつはなんとネレッツ皇帝の親族。彼を味方に引き入れると、我々の正当性がますます強化されるな。彼は128万円という大金をふっかけてきたよ。しかし彼を味方に引き入れることができるなら、決して高くない出費だと思うぜ。その直後に裏切らなければな。ジェイソンは我らに加入した直後、そのお金を持って北朝に寝返ったよ。我々は騙されたのか？やっぱり帝国ってクソだわ。あの卑怯者で無能な皇帝ネレッツ。子孫もその血を受け継いでいるということか。やはりこのカルラディアはパライックが統治するしかないね。日光で目がくらんで前が見えなかった。クソ、これも帝国の罠か。しかし卑劣な帝国に屈するわけにはいかない。我々は薄皮最後のピースを埋めるため、バルガードまでやってきたよ。我々の説得は失敗。仕方がないので新たな説得に移るぜ。しかしちょうどここで軍隊の編成期限が過ぎてしまった。ま、もう一度編成すればいいだけの話だぜ。しかし敵はその隙を見逃さなかった。再編成の隙を狙って場外に打って出てきたぜ。敵は我が騎馬部隊を侮ったね。3倍程度の兵力差ならたやすくひっくり返すのだ。そして井村やカラスカウトが来たこともあるゆっくりには、雪上の戦闘などたやすいこと。我らにとって寒さなど大した問題ではないのだ。そして兵士のほとんどすべてを、野戦で説得されてしまったバルガード。一応の攻城戦はあったんだが、我々は一度も剣を振るうことなく終了。それどころか兵士の姿すら見てないよ。そしてここに薄皮饅頭の刑はなった。ブランディア、バタニア、帝国は、すでに我々の手のひらの中にある。我々に手はないんだけどな。
あとはアンコと薄皮のハーモニーを奏でるだけ。カルラディア統一の最終局面を迎えたところで、今回はここまで。またね。